だから感心するよ。悪いけどまた敬語だよ。もうちょっとよくしよう。ちょっと課題が、うん、まあ、スピードつけようね。地上最強と言われる極真空手、その極真空手界にあって数多くのチャンピオンを生んだ城南支部、彼らを育て上げたのは広重剛師範である。普段の稽古こそが真剣勝負の実践の場として、毎日のように直接指導する広重師範。このビデオは極真空手の真髄を追求したチャンピオンへの道に通じる城南支部直伝バイブルである。